细细在连动 MC プレイプレイヤーチカノゲイサクラサカスキャンギュスタッシュヨアジアの島国大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しでまつわるそれぞれの道の愛優しさ買うしかないな。まあ少年時代はまあ小学校ぐらいからずっと小学校とか生まれた時から育児放棄の状態で、で小学校は結構悲惨でもう1年間毎年同じ半ズボンに同じ靴、はい、小学校4年ぐらいになるとやっぱ1年間同じ服着てるやつっていないんですよね。でもまあ自分たちの時代は結構貧乏なやつもいたんで、まあ、自分だけじゃなくやっぱそういう子もいましたけど、やっぱそうなるといじめの対象になってくるじゃないですか。でそれをいじめらんないようにするにはそいつらより強くならなくちゃいけないっていうので、いじめる側の方に行ってましたね。でそのまんま中学行って、で中学ぐらいになると結構恐喝っていうのを覚えるじゃないですか。普通覚えるんですけどね。そういうのでタコを行って、はい、そいつら履いてる靴取ってきて履いてたりとか、はい、あとボンタンとかも、はいはい、他の学校の生徒のやつと取り上げたりしてましたね。ボンタン狩りですね、はい、本当に。中学ぐらいからは服とかにはそんなに困らなくなってきたかもしれないですね。クイさんおしゃれですよね、いつもですね。そんなでもないですけど、はい、もう昔からそういうおしゃれな洋服を着られてる。13で歌舞伎町デビューしたじゃないですか、はい、その時にやっぱその少年ヤクザっていうのが、はい、みんないい服をすごい着たいじゃないですか、はい、でやっぱ服を着るにはお金が必要じゃないですか、はい、でやっぱみんないろんな工夫をして服を買うわけですよ、はい、うん、で自分たちは上野駅行って、で上野駅行くと大体地方から出てきた人たちがその当時キオスクとかに行くとキオスクの袋を売ってたの知ってますか。外側にビニールついた、あれを2つ3つ持ってきてるのは大体地方から出てきてるんですよ。で地方から出てきてる子って全財産持ってきてるんで結構お金持ってるんですね。いやでも自分たちはただ恐喝してなくて、そいつらを連れて上野の駅のトイレに行くんですね。で自分たち 3,4 人いるじゃないですか。で自分14まで142センチしか身長なかったんですね。すごいちっちゃかったんですよ。で自分もお金持ってるのを全部出すんですね、はい、うん、でお前も全部出せと、はい、でやっぱそいつは封筒でお金持ってるんですよ、うん、でこの中から自分で選んでいいからね、誰かとタイマー張れって言って、はい、でそのからお前が負けたらお前のお金は勝ったやつが取る、お前が勝ったらこれ持ってっていいよっていうやり方をしてたんですよ、ね、良心的ですよね。今の全然良心的じゃないですよ。今のもう何もしないでみんなで袋にして全額持ってっちゃ う, っていう、はい、そういうことはしてないですね。ですよね、うん、それでも、はい、それでも上の署に20回ぐらいパクられました、ね、はい、最高は1日で、はい、昔上野っていうと単車屋だったんですよ、はい、うん、最高は1回の恐喝で GT38 買って帰りましたからね。まあ K さんのそういうまあこのアメリカ極悪刑務所を生き抜いた日本人とか呼んでいただければみんな分かっちゃうんですけど、そうですね、はい、うん、チカゴ K とかあとプリズンカウンセラーですか、カウンセラーですね、はい、あれも呼んでもらえれば、うん、すごくためになる。これが今廃盤になっちゃって新しくなったんですね。あ、そうなんですか、はい、はい、いろいろためになることですけど、はい、よく書いてあるんで、うん、Kさんツイッターやられてないですか。ツイッターやってます。 Kさんに相談したい人って多いと思うんですよね。そうですね、今だいたい刑務所の中からの手紙のやり取りが70人ぐらいとしてますかね。あ、はい、自分も刑務所を自分で行ってるんでやっぱり中にいる人の気持ちよく分かるんで、はい、手紙が来ればその日に書いて出すようにはしてます。結構自分も手紙ずっと書いてたんで、すごい計算達筆ですよね。いえいえ、もう習字全部自分で書かれてるんですか。あれ100均の筆ペンですね。あ、本当ですか、はい、でも
なんか自分がイライラしてる時に書いてるやつはすっげえ汚いっすよね。あ、本当ですか。はい、あのこの間全部書いたやつ、今までのやつ、あの写真とか見てたんですよ。はい、見てるとやっぱ汚い時はめっちゃ汚いですね。あ、はい、そういう時もありますね。言葉とかもすごくいい言葉で、言葉はいつもなんかいろいろ言葉考えてて、はい、思いつくとあの携帯のメモに残しとくんですね。あ、はい、計算に連絡取りたい人はお手紙書かれた方がいいですか。手紙じゃなくてもいいですけど、インスタの方はメッセージ受けてますね。SNS ちょっと疎いんで分かんないですけど、はい、インスタからだったら K さんに相談事は、そうですね、相談したい人もたくさんいると思うんですよ。相談いっぱい聞きますよ毎日。そうですよね。はい、はい、あの Facebook の方も自分の投稿は見れないですけど、はい、メッセージは送れるはずですね。今回の活動をやられてるのでやっぱり相談してみたいなと思う人に対して、そっちにもあのグッドファミリーの方で、はい、あの無料相談のあのとこがあるんですね。そっちからもみんな来てます、ね。あ、何人くらいでその理事とか全部入れると15人ぐらいで、はい、で今今回沖縄行った時に沖縄にもグッドファミリーの沖縄支部ができたんで、あ、向こうは向こうであるんで、あ、うん、あ、俺は俺の今を咲かせて散るだけだ。 Right.